体の真ん中でやることっていうのと手の力でやらない、これをちょっともう一回だけおさらいしておきます。取られました、冷たい、でそのまま自分の体の真ん中でやっとります。止めて投げませんけど、相手をパッと詰めて自分の体の真ん中で真ん中やっ、痛い痛い痛い、ちょっと緩めます。この形でずっと歩きましょうか、投げずに一緒に歩く。でここでやってることは手の力でギュッとやってるんじゃないんです、体の真ん中で、相手今横にいますけど実際に相手の力を真ん中で止めてます。この意識を持って、これが少しずれて落ちます。手がほらちょっとずれたら落ちたりする、これを真ん中でやるとまた痛い、真ん中で取る、で力の、ごめんな、痛かったね、はい、これをちょっとやってみます。最初は止めます、手の力で押し返さないでください、止めて相手を、まあ、少し肩を詰めるような感じで、そのまま自分が今手の真ん中、自分のへその真ん中に手がありますよね、これを変えずに、力の配分変えずに、ずっと力の配分を変えずにずっと相手が自分の体の真ん中で取れていることです。この状態難しいと思いますけど、こっちでやってみましょう。 できたらこのままずっと状態を維持できるように歩いてみてください。できるか、ここまでやってみましょう。はい、これ肩詰まってますよね。ここもだからここの接点で相手のこちら側の手をしっかり攻めれてるかどうかっていうのを、ここも接点させて、ちゃんと攻めてればそれで、まずはそのこれでもずれるし、これでもずれるし。